一人暮らしに必要な道具という部分の5選。はい、始まりました MDK の組織運営論です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。あのですね、最近ちょっと本当嬉しいんですね。視聴者の方増えてですね、登録者数の方も増えているんですけれども、この間ですね、あのウェブ就職説明の動画について説明させていただいたらですね、なんと新聞の取材っていうかね、記事を載っけていただいて、非常にありがとうございます。超嬉しかったですねという部分で、まあ結局ですね、発信して皆さんに訴求して見ていただくために作っている動画ですので、それをまたですね、スポット当てていただくというのは本当にありがたい話で、あの新聞に載せていただいて、あの記者の方ありがとうございます。感謝いたします。これ見てるかどうか分からないですけどね。はい、で私はですね、今日はですね、今日の動画として何をお話ししようかなと思ったんですけど、やっぱり3月編で、3月っていろいろなやっぱ準備をしていかなきゃいけないですね。大学も、国公立の合格発表も終わってですね、私立も当然終わってますというところで、もうここから残りの半月かけてですね、4月の新生活に対してバタバタバタと動かなきゃいけないんですね。でも本当に今年は大変ですね。あのウイルス関係の部分で動きづらい要素はあるかと思うんですけれども、見通し立たない要素もあるかもしれないんですけれども、まあですね、まだ準備に対してこれから準備するんだとか、ぼちぼちやろうかとか思ってる人がいたらですね、この動画を見ていただいて、何か必要な部分で、こう情報をね、取っていただければなと思いますが、今日ねお話しさせてもらうのは、私、もうですね、高校を出てですね、大学ですね、千葉県の高校から大阪の大学に行ったんですけども、関西大学というところの経済学部に入らせてもらいました。今ね、なんか受験動画とか云々とかにいっぱい出てくるので、私も見てるの面白いなと思うんです。今いい時代だなと、発表で一喜一憂とかの動画に上げてですね、あの本当 見ちゃうんですけど、私もですね、関西大学のその経済学部というところに行かせてもらうにあたって、千葉から大阪ですから、やっぱり一人暮らしの下宿することになったんですね。その時に、お借りできたのがすっごい、もう20数年前の話ですから、あれですよ、6畳一間ですね、6畳一間で、本当に、まあ、キッチン、風呂、トイレ、共用なんですけど、家賃が安いんで、月1万8000円と、めっちゃ安ですね、まあ、すごくありがたい。しかも、関西大学のですね、ほぼ併設してるんじゃないかというぐらいの、あの、なんていうんですか、徒歩ね、1分ですね、1分、もう本当に併設、隣接してるような形ですね。ですので、1コマ目が9時から始まるんだったら、起床が9時でいいと、なんか辻褄合わない要素があるかもわからないんですけど、私はまあ9時で起きて、あの授業行ってましたというところで、それぐらいね、あの通学の手間がなかったという部分ですごいありがたかったですね。家賃は安い。ですので、まあ、本当、貧乏学生でして、アルバイトいっぱいありましたけれども、まあ、そういった部分でですね、あの非常にこう、インフラ的な部分の費用安かったというところでありがたかったんですけど、その前にですね、学校があって時間がある部分でですね、一生懸命その空いてる時間でバイトもしたんですね。バイトしてる中で私40万貯めたんです。40万貯めて、その時はですね、プレイステーションとかね、すごい、なんつか一世を風靡してましたので、もうゲーム買うんだと。高校時代全然ゲームやらなかった。ゲーム買うと。40万片手に、まず買ったものはプレイステーションだったんですね。プレイステーションだったんですけど、それはもう遊びのためですね。で、ダビスターを買って、ダビスターをやって、ほぼ部屋で、小1年引きこもるということを経験してますけれども、一応授業とダビスターとバイトの行き帰りみたいな変な生活を送ってしまったんですけれど、まあ、それぐらいゲームに飢えてた時期もありました。ありましたけど、あの、今回お話したいのはそこじゃなくてですね、新生活、新学期、新年度を迎えるにあたって、新生活する方々に対して、まあ、ベストバイというか、マストバイか、ですね、必要な、一人暮らしに必要な道具という部分の5選というような形でご説明させていただこうかなと思います。まずはですね、これは、まあ、5選と言いながら、ちょっと細かいもの5選以上になりますけど、まず最初はですね、キッチンのね、周り、やっぱり一人暮らしすると、外食ばっかりしてるわけにいかないんですよ。やっぱりね、あの牛丼とかうんぬんとか定食とか食ってたらね、そのローテーション飽きますし、あの健康的にも良くないという部分になりますので、なるだけスーパーでですね、ニラとかもやしとかえのきとか、あの生活のですね、必需品とか助けてくれる野菜を買ってですね、やっぱり意識していかなきゃいけない。男子大変なんですよ。頑張ってね、今までね、そういうのお母様とか、そういうご家庭のね、方にですね、頼りきりだった人は、やっぱりそこからですね、始めていかないと、健康の維持管理とか、あとね、太りますよ。気をつけないとね、どんどん太っちゃったりするので、やっぱり管理していかなきゃいけない。自分で自炊しようとかいう云々の部分になって、
なった時にね、必要なものというところで、まずですね、キッチン道具ですね、トング、キッチンバサミ、薄型のまな板、これかなりいいんですよね。トングはですね、意外に焼きそばとか焼くときに火傷しないで済むんですよ。菜箸を運動もいいんですけど、結構ね、ガチガチガチって使うんでですね、炒め物とかしてですね、やっておくと結構実は万能なんですね。多様性がありますので、肉焼いたりですね、ひっくり返したりするのもですね、トングだとちょっと自分が料理うまくなったみたいな気持ちになってやれたりする。そのトングについて説明させてもらいました。次ね、キッチンバサミはね、包丁いらないかもしれないですよね。肉切ったりですね、野菜切ったりするのもキッチンバサミあれば結構切れるわけですよ。だからですね、一人暮らしでね、定裁とかね、いらないんであれば、気にしなくていいんであれば、キッチンバサミで、ね、使っちょちょちょきでキャベツ切ったりですね、お肉のね、胸肉切ったりですね、したりできるから、まあ、意外に使えますというところで、これもおすすめ。で、薄型のまな板ですね、厚い一般家庭にあるようなまな板だとですね、なかなか使い勝手が悪かったりする部分だったり、あとですね、除菌とかうんぬんとかしないとですね、なかなかずっとね、使う部分によっては使い勝手やっぱ一人だと悪いんですね。だから薄型のですね、例えばみじん切りをした後にネギを切った後にですね、その薄型のまな板を鍋にこうね、ヒューッとね、折り目をつけてこう流していったりですね、こううまくですね、鍋に投入したりすることができると。使い勝手がいいんですよね。お皿みたいな感覚みたいな感じになるので、薄型のまな板。トング、キッチンバサミ、薄型のまな板。これですね、100均とか、お値段以上の家具屋さんとかで売ってたりするので、すごくおすすめです。まあ、これが1点。まあ、キッチンガールの道具ですね。もう一つはですね、ティファールを代表するような形でですね、瞬間にこう押すとですね、1分半ぐらいでお湯がね、沸騰になって沸かしてくれるという、やっぱ瞬間湯沸かし器、ポットですね、瞬間湯沸かしポット。これ便利ですね。ほんとカップラーメンするのにも便利ですし、お茶漬けとか、あとね、一杯だけコーヒー飲みたいとか、紅茶飲みたいとか、ココア飲みたいとかいう時にですね、やっぱり あるとですね、すっごい便利。その都度ですね、どんこう湯沸かしていくとかいうよりも、水入れてどんどんですぐ沸くんで、本当に便利ですね。これ一人暮らしにもう絶対向いてますというところでですね、ティファールの瞬間湯沸かしポット。あともう一つがですね、3つ目ですね、ごめんなさい。3つ目は冷蔵庫。冷蔵庫はね、必要なんですけど、あんまり小さすぎるの買うと良くないんですけど、まあ本当一人暮らしの2ドアで必ず冷凍があるやつがいいと思います。で、冷凍はいろいろ便利なので、ご飯を炊いておいてですね、小分けに1杯ずつこう小分けにしといて冷凍とかしとくと、いちいちですね、帰宅して、勉強あって疲れて、バイトして疲れて、帰ってですね、ご飯炊く力ありませんので、小分けにしとくといいんですよ。休みの時とかに1回多めに炊いといて、2、3合炊いといて、1杯あたりに分けてですね、こう冷凍しとくとチンするだけですっごい美味しいご飯できますから、その時にね、必要な部分は冷蔵庫。冷凍機能のついている冷蔵庫。これも必須かなと思います。もう一つですね、今度4つ目になりますが、中身の深いというか、ね、深型のフライパン、中華鍋みたいな形のフライパン、これが便利なんですよね。まあ、炒め物をするのにも失敗しにくいですし、平のやつだとですね、下手くその人だと煽るとですね、ボロ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 こぼすわけですよ。で、大体チャーハンとか作りがちなんですよね。で、その時には深型の方がいろいろこう煽れていいなという部分になりますし、簡単なですね、ラーメンを作ったりですね、ちょっと煮物みたいな形をするのにも、肉じゃがをね、フライパンで作れるんですよ。肉じゃがの形を、野菜切ってですね、そこにひたひた、だからちょうどひたひたになりやすいんですよ。だしとかがね、お水入れて、だし入れて、で最後落とし蓋してみたいな形になると、この深型フライパンをめっちゃ使えますので、おすすめです。で、小さいの1個買っておくべきですね。もう一つがですね、最後になりますが、これも深型のホットプレート、鍋ができるやつです。丸型の深型の鍋ができる、一人鍋ができるぐらいの、ホットプレート。これがあるとですね、鍋できる、お好み焼きできる、焼きそばできる、みたいな形、焼肉できる。まあ万能ですね、というところですっごいおすすめです。蓋ついててね、ほんと鍋、みんなでね、例えば、基本一人ですけど、一人以外に、誰かね、お友達を呼んで、彼女を呼んでとか、うんぬんでね、ご飯食べるみたいになった時に、じゃ鍋すっかって簡単なんですよ。だからね、さっきの応用で、トング、キッチンバサミ、薄型のまな板使いながら簡単に野菜切ってですね、ジョキジョキジョキっと切って、この鍋に入れてですね、もうすぐね、だしとかうんぬんはね、スープ買ってくればいいですよ。で、買ってきた中で、あと豆腐トントントンって切ってですね、もやしでも入れてもらえば、もう立派な鍋ですから、だからね、このホットプレートの深型鍋は、ほんと使えます。あとですね、すごい応用でパエリアとか、
そういうのもねできたりするんですよね。まあなかなかこれはちょっと奥深くなっていくのであれですけど、まあ、整理しますよ。トングキッチンバサミ薄型まな板、ティファールに代表される瞬間湯沸かしポット、2ドアの冷蔵庫、冷凍機能ついてる冷蔵庫、深型の中華鍋のようなフライパン、あとはですね深型の同じくホットプレート、これがあればですね、本当に新生活すごく充実した食生活を送れるし、で楽しい、やっぱり楽しんでいかないとなかなか大変になるんですよね。食べる部分においてめんどくさいなーが勝っちゃうとダメなんで、本当に極力楽に料理ってずっとやっていく、食べない人いないんですから、人生生きていく中でですね、食べない人いない、食べることはマストなわけなので、楽しんで簡単にやっていくっていうことにテーマで突き詰めていくと、この道具あるとめっちゃ便利ですのでおすすめします。特にですね、その大学進学でね、一人暮らし心細いななんて言っても、この道具があればですね、結構ですね、外食以外にも自分のプラス自分の自炊ができてですね、新生活社会人になる人もですね、自分がそのやっていく中で失敗が、ね、少ない形の道具になりますので、ぜひおすすめですので買ってみてください。以上、MDK の組織運営論、今日は新生活に向けてのマストアイテムというような形でお話をさせていただきました。ありがとうございました。